俺は中学生渡る、将来立派なプロゲーマーになるため日々努力をしている。朝から晩までゲームをして勉強なんてもちろんしないし、そもそも他のことをやる気も起きない。ゲーム以外は時間の無駄だと思っている。周りは俺のことをゲーム中毒なんてバカにするから、そんなことはどうだっていい。とにかくゲームが大好きだし、夢に向かって頑張っているだけだ。兄さん、相変わらずゲーム？ええやろ別に。毎日毎日同じことしてよく飽きないものですね。うるさいな、俺は夢のために努力しとんよ。ゲームで努力ね。その分勉強をした方が役に立つと思いますけどね。くそ、相変わらず生意気なやつやで。いつか世界一うまいプロゲーマーになって見返してやるから。数日後。よし、今日は大会や、絶対に優勝するぞ。くだらない。うるさい、お前が出ても優勝できひんくせに。そんなもので優勝なんてこっちから願い下げですよ。ああもう、いちいちムカつく言い方すんな。この大会で優勝したらプロに一歩近づけるんや。だから俺はいつでもこの大会に優勝する。勉強の邪魔なんでお静かにお願いします。あと少しで大会が始まる。まずは1回戦。よっしゃ、勝った、楽勝や。うるさい。よっしゃ、この調子でどんどん行くぞ。うわー、2回戦は有名な手ごわいやつがおるな。気合い入れていくぞ。よし、決勝戦、これに勝てば優勝や。あー、もうさすが決勝戦。決勝戦はやっぱ強い人多いな。うわー、もうまた負けた。はあ、なんでな。はあ、もうなんでそうなんねん。え、消えた、なんで。ご機嫌を戻してくださいお願いしましょう。お願いします、頼みます、一緒のお願いです。お願いします。渡るってほんまにアホなんですね。タケル、いやもうどっか行ってよ、もう今すぐ直さないともう間に合わんねん。ちょっと待ってください。なるほど。え？はい、できましたよ。はあ？どうぞ。ありがとう。ほら、アホみたいな顔でボケっとしていたら負けますよ。あ、そうやった。よし、まだいける。ああ、もう時間がギリギリかもしれへん。そこのアイテムは取っといた方がいいと思いますよ。え？おそらくそこに敵が来るので壁と階段を置いて引いた方がいいですよ。ほんまに来るんかよ。え、お前に来た。これで逆転できそうや。よっしゃ、勝った、優勝した。しゃ、タケルありがとう。タケルのおかげで優勝できたわ。これくらい私にかかれば余裕ですよ。あー、タケルちゃんやっぱすごいわ。俺もちょっと勉強せなな。私も少しゲームの面白さに興味を持ちましたよ。ゲームも結構奥深いやろ。これからは仲良く一緒にしよう。そうですね。数日後。あー、ここは前勉強しましたね。次はここからですね。
渡るが勉強し始めたから喜んどったのに。おりゃ、マリアしても無駄。あ、いって。ゲームもなかなか奥深いですね。兄さん、相変わらずゲーム。渡るがええやろ。数日後、キッシュゴリラ、臭いゴリラ、いやー臭いゴリラ、ハゲやし、黙って黙って、ハゲではないよ、タケルが落とした、数日後、うわやっぱタケちゃんすごいわ、これ少し勉強したくなったわ。おかしいこと、俺もちょっとぐらい勉強も、勉強せななみたいな、やっぱタケちゃんすごいな、俺もちょっとは勉強せなな、タケちゃんやっぱすごいな、俺も少し勉強せなあかんな。ちょっとはやろ。数日後、私もゲームの面白さに少し興味を持ちましたよ。もしましたよ。最後まで見てくれてありがとう。他の動画も見てね。